久保さん。なんかね、BMW ね、アイスクリームにしましょうか <laughs>。BMW アイスクリームで調べると出てくると思うんですけど、なんかね、上海のモーターショーで、BMW の傘下のミニーで、その、モーターショーで、なんかアイスクリームを無料で配ってたらしいんですけど、なんか中国人にアイスクリームは配らず、他の人には配ったみたいな。それは人種差別だっつって、 荒れてるらしいですよねろいろありますね。<laughs> そんなことあってんだみたいな。で今なんか昨日 TikTok でちょっと見たんですけどなんかのニュースか,なんかあの中国人の方があのミニをぶっ壊すみたいな <laughs> 人種差別だっつってすごいなんか抗議が今あるらしいしなんか。 すごいいことになってるらしいですけど、ねうん、であと株価がすげえ落ちたらしいですよ BM の <laughs>、うん、そうでも僕は思うんですけど、まあ、アイスクリームアイスクリームでそんな騒がなくてもいいなっていうところもありつつうんどうなんですかね <laughs> そんなにアイスクリーム食べたかったのかなっていうね、うん まあなんか、なんか受け取り方っすよね。それを、それを人種差別と捉えるのか、それとも、スルーするのか、捉えないのか、何も捉えないのか。うんなん、ですかね。まあ、極限に心配にすると、アイスクリームじゃないですか <laughs>。別にアイスクリーム食わなくても、 ね、生きていけるしほ、うんだ本当に捉え方次第でいろいろなやっぱ展開があるなっていうのはすごく感じますよねうん、なんかそのね旅行してて「いやあなたは中国人なんでこの国には入れません」って言うんだったらまあそれはまさしくあれかもしれないですけどアイスクリームですからね <laughs> でもされどアイスクリームですよね久保さん <laughs> アイスクリームうまいですもんねサレドアイスクリームっていうだからアイスクリームで3,500億だったかな,なんか BM の <laughs> 恐ろしいっすよねアイスクリームが3,000億みたいなそうあの人間って面白いですねいってらっしゃい